マルス2号は1970年代にソビエト連邦によって行われたマルス計画で打ち上げられた無人探査機である。マルス2号とマルス3号のミッションはそれぞれオービターとランダーから構成される同じ構造の2機の探査機によって行われ、プロトン軽ロケットのブロック D 上段ステージで打ち上げられた。マルス2号のランダーは 火星表面に到達した最初の人工物となった。オービターは降下モジュールを分離した後にエンジンを噴射し、高度 1380X24940km、軌道周期18時間、軌道傾斜角48.9度の火星周回軌道に入った。通常、科学機器は近点を通過する30分の間だけ軌道された。オービターの主要な目的は、 火星の地表と雲の撮影、温度の測定、地形や地表の蘇生、物理的特徴の研究、大気の蘇生の測定、太陽風や惑星間の磁場、火星の磁場のモニター、またランダーから地球への伝送の中継である。オービターが火星に到達した際、1971年11月14日、マルス2号3号が火星に到着する2週間前、 アメリカのマリナー9号が火星の軌道に入った。この時、火星の大気は惑星規模のゴミのローブ、これまで観測された中で最も大きい嵐で厚く覆われており、惑星科学者たちを驚かせた。地表は完全に隠されていた。マルス2号、3号のコンピュータを再プログラムすることはできなかったため、オービターは火星に到着するとすぐにランダーを 砂嵐の中に送り出してしまった。またオービターは意図した地表のマッピングではなく、特徴のないゴミの雲だけを映した画像を撮影するのにデータリソースの多くを割くこととなった。マルス2号は1971年12月から1972年3月にかけての大量のデータを送り返してきた。伝送は8月まで続いた。 1972年8月22日には、火星を362周し、マルス2号とマルス3号がミッションを終えたことが発表された。撮影した画像は、マルス3号と合わせて60枚に及び、得られた画像やデータにより、高さ 22km もの山、上層大気中の水素や、酸素の原子、表面温度が低く、摂氏110度から摂氏13度であること、 表面気圧が5.5から6ミリバールであること、大気中の水蒸気の密度は地球の約5000分の1であること、電力圏の底は高度80から1 1 0キロメートルから始まること、砂嵐により巻き上げられた砂が高度7キロメートルに達することを、この画像とデータにより火星表面の3次元地図を作ることが可能となり、火星の重力と磁場に関する情報が得られた。 マルス2号のランダーの断面図マルス2号のランダーは、搭載されたコンピュータの不調により、1971年11月27日に、不適切に火星の大気圏に突入した。着陸システムは正常に働かず、ナミ45度成形300。マルス2号の降下モジュールは、推進システムとは、反対側のバス、オービターに設置された。 直径1.2メートルの球形の着陸カプセルと、直径2.9メートルの円錐形の空力、ブレーキシールド、パラシュートと逆水深度ケットから構成されている。効果モジュール全体は燃料を含めて1210キログラムの質量で、球形の着陸カプセルの質量はそのうち358キログラムで、ある。姿勢制御はガスマイクロエンジンと加圧窒素容器から構成される。 自動制御システムで行われた。ピッチングとヨーイングの制御には、円錐の外側に設置された4つの火薬エンジンを用いた。メインと補助のパラシュート、着陸を開始するためのエンジン、レーダーコード計がランダーの最長部に設置されている。高価モジュールの衝撃を吸収するためには、発泡体が用いられた。着陸カプセルには、着陸後に開く四枚の三角形の弁がついており、 探査機を復元して、機器を露出させるはずだった。ランダーには、360度を撮影できる2台の、テレビカメラ、大気の蘇生を分析する質量分析装置、気温、気圧、風のセンサー、生命の痕跡となる有機物を探索するための、シャベルを含んだ土壌の物理的、化学的性質を測定する装置が搭載されていた。また、ソビエト連邦の国章の旗も積んでいた。 球体の上部から突き出た4本のアンテナは搭載された無線機でオービターとの通信を行った。装置は分離前にオービターで充電されたバッテリーで稼働した。温度制御は断熱材とラジエーターによって維持された。火星の環境への汚染を防ぐため着陸カプセルは打ち上げ前に殺菌された。プロップ、エムローバーマルスのプロップ、エムローバーマルス三号のランダーは 4 5ラムの小さなマーズローバーを搭載していた。マーズローバーは15メートルのケーブルでランダーとつながれた範囲をスキーで移動するものである。地球から遠隔操作するには遠すぎるため、自動的に障害を避けるために2つの小さな金属棒が用いられた。ローバーには高度計と放射密度計が積載された。クロップ M ローバーの主なフレームは 中央に小さな突き出た部位を備えた四角い箱である。フレームは両側から伸びる2本の幅広のスキー板によって支えられ地面から少し浮いている。箱の前面には障害物検知用の棒が設置された。ローバーは着陸後にアームで地面に下ろされるように設計されており、テレビカメラの視野内を1.5メートルごとに測定のために立ち止まりながら動き回る予定だった。 火星の砂に残される運動の軌跡は火星の土壌の性質を知るために記録された。ランダーが着陸に失敗したため、このローバーが展開することはなかった。マルス2号の降下モジュールは1971年11月27日火星への到着の4.5時間前に放出された。降下モジュールは約秒速ートルの速度で火星の大気圏に突入した後、 おそらく突入角度が鋭すぎたために故障した。降下は計画通りにはいかず、パラシュートは開かなかった。降下モジュールは火星表面に衝突した最初の人工物となった。ありがとうございます。